ファインアートは芸術的価値をもっぱらにする活動や作品を指す概念。日本語の芸術とほぼ同義であるが、特に応用芸術、大衆芸術と区別して純粋芸術を意味する場合に使われる。芸術の中でも美術について使われることが多く、この場合、応用美術に対して純粋美術とも。ファインアートはハイカルチャーを構成する一部分である。ハイアートは ファインアートとほぼ同義だが、ファインアートは応用芸術との対比で、ハイアートは大衆芸術との対比で使われることが多い。1911年のブリタニカ百科辞典第11版は、ファインアートの5大領域を建築、彫刻、絵画、音楽、詩とし、補助的領域として、ダンスと演劇を挙げている。美術分野の代表的なファインアートは、絵画、彫刻であり、 これに対するイラストレーションやデザイン、工芸と春別されるが、20世紀最後の四半期以降、その領域は互いに浸透し、区分は曖昧なものになりつつある。ビレム・ファン・ハーヒト作、カンパスペを描くアペレス応用美術や大衆芸術と、区別される、ファインアートの概念は18世紀後半のヨーロッパにおいて確立した。その芸術的価値だけではなく、 他の実用的価値を持つものを応用芸術、大衆の娯楽のためのものを大衆芸術と呼び、そのいずれにも属せず芸術的価値をもっぱらにする活動や作品をファインアートと呼ぶようになった。ヨハネス・フェルメール、画家のアトリエあるいは絵画のクイキャンバスに油彩資格芸術すなわち美術の分野を例にとれば、これらはもともと建築物や家具、食器、衣服などへの装飾であった。 ところが壁画が板へタブローとなって壁から離れ構造物への彫刻も彫像だけが独立し元の建築物との直接の関係がなく制作されるようになり独自のジャンルとして絵画彫刻が発展したこの背景にはテンペラや油彩が発明されるという技術的要素や絵画彫刻が商品として売り買いされるという当時の社会経済状況がある すなわち装飾性が他の実用的機能と切り離されて制作されて発展し、装飾性は芸術性に格上げされる。ここにおいて他の実用性から独立した芸術的価値という概念が生まれた。装飾性から芸術性への格上げには作家の個性を重んじる思想がある。実用的機能と切り離されることによって作家の個性による創造性が 最も発揮される。1648年にフランス王立絵画彫刻アカデミーが、1669年に音楽アカデミー、1671年に建築アカデミーができていた。1816年にこれらを合体したフランス芸術アカデミーが誕生する。これからファインアート、フランス語でボザールの概念を伺い知ることができる。ハイカルチャーは、 大衆芸術あるいは大衆文化、ポップと対立する概念である。ファインアートはハイカルチャーに属するものとされていた。音楽の場合、クラシック音楽がハイカルチャーに属し、対してポピュラー音楽や民族音楽は大衆芸術あるいは芸能である。オペラと後のミュージカルの違いも、その使用する音楽が前者がクラシック音楽を用いて、 ハイカルチャーに属するのに対し、校舎がポピュラー音楽を用いることによる。社会の変化を反映して、ダダイスム運動がファインアートの内部から起こる。マルセル・デューシャンが1917年にニューヨークのアンデ・パンダン店に偽名で男性用小便器をほとんど加工なく、泉と題して出展した事件が、ダダイスム芸術の例として有名である。これは反芸術とも言われる。 音楽においては、1952年に、ジョン・ケージによる、シュ無シム音の4分33秒が演奏されている。これは、ネオダダとリンクした作品とされる。20世紀後半になって、特にアメリカ合衆国の経済的繁栄、大量消費社会を背景に、大衆文化が盛んになると、それを取り入れたポップアートが登場する。1950年代に、 ジャスパー・ジョーンズは、正常期を油彩で描き、ロイ・リッキ・テンスタインは1960年代に、新聞の連載漫画の1コマを、印刷インクのドットまで含めて、キャンバスに拡大して描いた。アンディ・ウォーホルは、同じ頃、シルクスクリーンによる版画を好み、マリリン・モンローの顔写真などを題材にした。現代では、版画や写真、映像もファインアートの一分野と認識されるようになっている。 また、ニューヨーク近代美術館やフランス国立近代美術館が工業デザインも扱うなどの動きがある。1864年に設立されたオーストリア王立美術工業博物館は、1986年に応用美術と現代美術を共に扱うマックとして再出発した。日本には開国後の明治時代に様々な西洋文化が一度に入ってきた。 リベラルアートが青春によって芸術と翻訳された。1873年、当時の日本政府がウィーン万国博覧会へ参加するにあたり、出品する品物の区分名称として、ドイツ語のカンストグアーブ及びビルデンドクンストの略語として美術を採用した。また、西は1872年、微妙学説で英語のファインアートを美術と翻訳した。 その後、美術は、ファインアートの内資格芸術に限定して使われ、これからはみ出した、詩、音楽、演劇なども含むファインアートに相当する、日本語としては、芸術が使われるようになった。ファインアートは18世紀のヨーロッパで確立したものなので、他地域例えば、日本や時代を超えて適用するには、問題がある。例えば東洋美術では、 書画として書も美術品の一つと扱われるが書は欧米の言うファインアートには当たらない。そもそも東洋には実用品から有利した美術品と言えるものはほとんどない。絵巻物は西洋の挿絵に相当し、障壁画や屏風絵は家具の一部なので西洋の定義ならほとんどが応用美術、工芸に属する。結局ウィーン万国博覧会へは 絵付けされた陶磁器を主力に出品した。工芸家ファインアートか、その狭間を狙ったことになる。ファインアートたる美術と、応用美術たる工芸の区分を、明治の日本は認識することになるが、上記の事情から、日本では美術と工芸をまとめて扱うことが多くなる。ありがとうございます。